ボニー・ライト、1991年2月17日帯は、イギリスの女優、映画監督。映画、ハリー・ポッターシリーズのジニー・ウィーズリー役で知られる。ロンドン生まれ。ジュエリーデザイナーの両親の間に生まれる。ルイスという兄が一人いる。ロンドン芸術大学卒業。2001年、ハリー・ポッターと賢者の石のジニー・ウィーズリー役でデビュー。 ジニーは一作目の賢者の石ではストーリーには関係のない脇役であったがシリーズが進むにつれ登場場場面も増え6作目のハリー・ポッターと謎のプリンス以降は重要な役となっているそれに伴いボニー自身も注目されるようになった2012年大学の卒業制作として撮影した短編映画セパレート・ウィーカムセパレート・ウィーゴーが カンヌ国際映画祭で上映され、映画監督としてデビュー。私生活では、2010年に、ハリー・ポッターと死の秘宝で共演した、ジェイミー・キャンベル・バウアーと交際し、約半年で婚約したが、2012年に破局し、婚約を解消したと報じられた。映画、ハリー・ポッターシリーズのジニー役、ボニー・ライト、監督デビュー。カンヌ国際映画祭で上映。シネマ・トゥデー。 2012年7月2日閲覧。ハリポタ婚約カップルも破局。ジェイミー・キャンベル・バウアーボニー・ライト。テクインサイトジャポン。2012年7月2日閲覧。ありがとうございます。